どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。今回も遊戯王デュエルリンクスという神ゲーをね、やっていきたいと思います。さあ、やべえことが起きたぞ見てくれや、やべえだろこれ。やばいことが起きてる。これわかります？全部プレミアムなんですよ。すべてプレミアム。害悪デッキ爆誕、人間失格害悪、またの名を、ブルーレッドデッキと呼んでます。ブルーレッドデッキ、これブルーレッドデッキって何かっていうと、このデッキ害悪っていう、まあカテゴリー上ですね、あの引いたカードを置くだけなんですよ。あの例えばマッシブウォーリアーを引いて、置くだけ、セットするだけで、デモンズチェーンとか分断引いて置くだけっていう。だからマジで置くだけなんですよ、カードを引いたら置くだけっていうだからあのブルーレッドデッキって呼んでるんですけども、このブルーレッドデッキね、なのでマジでね、うんこ以下、ほんまに全部プレミアムで揃えてるんで、もうまさにね、あのね、うんこ感がね、もっとあの増すんだよね。普通のデッキよりも、普通の外野よりも、なんかさ、うざくね、なんかそのマッシブウォーリアープレミアムだったとかさ、その投げられたクリボールプレミアムだったとか、デモンズジェーンプレミアムとか、分断プレミアムとか、その発動された瞬間とかクソうざくない？なんか、あの外役っていう時点で結構うざいのに、なんか全部プレミアムってさ、マジでうざいじゃん人間のクズじゃないこんなの。こういうデッキです。で、僕あの KC カップとかイベントとか全くやんないんで、チケットがあんまないんですよ。だからジャイロイドが欲しいんですけど、ジャイロイドなくて1枚しか、なんでちょっと代用であのデュアルサモナーとか意味わかんないあのモンスター入ってるんですけど、こういうなんか戦闘では破壊されにくいモンスターとか、こういうモンスターをまあぶち込んで、あとはクリーボールとか、デモンチェーンとか、こういうモンスターロックしていくっていう。で、最終的に相手のモンスターは、全リリースしてラボコするっていう、完全に人間失格ですね。太宰治もびっくりの人間失格デッキ作ってきましたんで、早速嫌がらせ全力でやっていきます。デュエルスタンバイ。こんな大人になってはいけない。皆さん、このデッキを命名したいんですよ、私は。ブルーレッドデッキと、ブルーレッドデッキと命名したいと思っています。皆さんはどう考えでしょうか引いたカードを置いていくだけなんですよ。あ、ちなみにちょっとプルガトリオ先生がちょっと苦手です。あのプルガトリオ先生がちょっと苦手で、マッシブじゃないとちょっと苦手なんですけども、あ、こいつはマジで強い。こいつはめっちゃ強い。お前置かなくてもいいけどね、これ置く必要ねえや。クリーボールのじゃん、このそのまんま何度でいいんじゃね。本当にね、めちゃめちゃね、簡単なんですよ。マジで考えることがありません、このデッキ。ただ引いたカードを置いていくだけっていう、ブルーレット置くだけってことですね。つまり簡単に言うとね、あ、分断きた、分断セットもうエンドしていくわ。単純に何の歴だこれ。お、やるじゃん。コズミックサイクロンやる。コズミックサイクロンはなかなかやる。オーケー。ちょっと下手に動くとね、効果数とか食らうんだよね、結構。まあちょっとそれがね、一番めんどくさい。その2枚セットして、ね、効果数食らうっていうのが一番鬱陶しいんだけど、まあ、ちょっと防御札が少し溜まってきたら2枚セットしようかなっていう感じだね。はいはいはい。で、ドロー。あー、引かんねえから、置いていいな。で、こうですね。で、こうだ。はいはい。あとはもう、ただひたすらに、引いたカードを置いていくだけっていうゲームです。引いたカードを置いていくだけの簡単なお仕事。これなんだろうな、融合の使い手かな、月光とかですかね、ムーンライトとか、そっち系なんかな。ヒーローだったらもうなんか殴ってると思うんだよね、さすがに。こうかな。で、エンド。これなんだろうな、ひたすらにセットしてっていうの、意外と実はムーンライト結構厳しいっていう、だから殴ってこないっていう説ない。これモンスターをセット、なるほど。え、これ何マジで分からん。月光じゃないんかな。とりあえずね、ちょっとこうするわ。見るわ、これ。これ何このモンスター。あ、ムーンライト、ウィンダー、なるほど。ムーンライト、あれですね、霊獣入りムーンライトですね。結構その初動が安定するらしいです、ウィンダーが入ってると。で、センバーボーン、オッケー。融合の使い手かなんかだと思うんですよね、これ。多分だけど。ってことは、おそらくですけど、守備表示モンスターしかいないから、殴りに殴れないみたいなことなんじゃないかなと思うんだが、さあどうだろうか。エドフェニックスくん、セットモンスター困るでしょ、ムーンライトって。あー、オッケー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 、いいよ。なるほど、
あ、でもマーテンね、黄色で赤を戻して復習化していく。オッケー、いいよいいよ、全然いいよ。さあ来いよ。貫通ねえからよ、ムーンライトに貫通ねえの知ってんだよ俺。簡単なんだよ、そのラバゴなんか毒ガス手段ねえだろ、そのラバゴローレム毒ガス手段そんなねえだろお前。お前のデッキおいいぞ、いいよいいだろ、頑張りますね。エドフェニックスさん、えらい頑張りますね。モンスターを攻撃表示で立ててほしそうにこちらを見ている彼は。一生モンスター俺攻撃表示で立てねえから、このデッキ、このデッキモンスターが攻撃表示でいるっていうこと一生ねえから。おいいぞ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 。でマーテン効果でムーンライト魔法トラップカード持ってこれる、いいよ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 、頑張って。多分融合の使い手なんですよ、ほらね、融合の使い手で融合するんですよ。このデッキさ、相手の妨害ほとんどねえからさ、実況解説するのめっちゃ楽だわ。だって喋ることねえもん、自分のデッキで相手のデッキが何するかっていうことを解説するだけでしょこれ。融合 OK、 いいね、言ったのに2体融合いいね、いいじゃんいいじゃん。フェニックスくん頑張って OK、オッケー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 、全然いい、全然いい、全員攻撃表示、オッケー、いいね、いいね、いいね、さあ来いよ、来いよ、バイーン、絶望のバイーン、さあお相手また新たな宇宙さん、よろしくお願いします、ゆるさん、バイ、はねくり棒をセット、ターン終了。ネオスさんはですね、2連打をしてくるんですよね、よくね。ただ、まあ、ハネクリボーさんは本当に、1体でどんな攻撃も基本的に止めてくれますんで、まあ、非常に優秀と。本当に置くだけ、このデッキ。めちゃくちゃ簡単。脳死で、とりあえず人に嫌がらせがしたいっていう場合は、このデッキを使うことをお勧めします。非常に簡単です。マジで置くだけなんで。これはね、置く必要ないんだよね。もう、だからハネクリボーがいるんだったら、もう置く必要ない、モンスターを。相手の出方を見てから決めればいいから、こっちが何をするか。さあ結城十太選手、事故ってるんでしょうか。モンスターを出すことができません。結構月末のね、キング隊っていうのは割とね、まあ、誰でも、上がれるっていうことでね、割と意味でわからんデッキが結構多くなってくるんですけども、これはレジェンド隊も同じなんですけども、ジャイロイド来た、ジャイロイドは一応セットするか、でターン終了。さあ置いていくだけ、ブルーレット置くだけってことでね、で置くだけデッキです。お、やっと引いたな、やっと引いたな、リューマ道を。誰やお前、お前は誰や。ああ、なるほど、ソーミャ法をカード1枚手なんか、なるほどな、フェイバリットヒーローを持ってきたみたいなことか。それさあ、もう引いてんのかな、じゃあ。ああ攻撃表示でされるのはちょっとめんどくさいな。フェイバリットヒーロー、なるほど、でこれで5100でワンパンして殺すでみたいなことか。なるほど、一気に殺意が増したぞ、殺意がすごいな。あー、ジャイロイド、ジャイロイド、くっそ、ジャイロイド、ジャイロイド生きろ、ジャイロイドクリボール。よし、オッケー、よし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 、ドロー。なるほど、でこれは守備表示に変更してで、ターン終了だ。大丈夫だ、あのデッキにエネミーコントローラーは入ってない。さすがに AD も1枚だろう、もうさすがに使えんと見た。さあどうする、そのモンスターは2回殴らないと戦闘では破壊されないぜ。ジャイロイドさんは最強だぜ。お、やるな、ハネクリボの方かな。このターン俺が受ける戦闘ダメージはゼロになる。お、強引に、だいぶ強引に突破してくんな。え、そっちかなの、それ殴ったらフェイバリットヒーロー外してる意味なくね。謎のプレイング来た、謎プレイング、あ、来た、最強モンスター来た、最強だ、あー楽しい、遊戯王は楽しいな。城之内ちゃんもんじゃねえや、じゃあ10代くん、城之内じゃねえや、城之内。さあラバゴーレムで、あとはセンバーもひたすらにぶちかましていくだけだ。おー強いな、いいだろう、いいぞ10代頑張れ、
マジでさ、さっきなんでフェイバリットヒーローの効果使ったの？フェイバリットヒーローの効果使ったらね、あれなんですよ、あのそのモンスターを続けて攻撃ができるっていう効果なんで、無限につけてくれやん、あのカード。もう一枚あるんか。なるほど。何を？ネクロバレー、強い。これは強い。バイーンってなって、ね、バイーンってなって、で効果発動していく。でもう一回殴れるよと。もう一回殴るのはカイトロイドぶん投げて止めるよと。どっちもいいけど、まあカイトロイドで止めるよと。はい。まあこんだけ防御度あれば、まあネクロバレーもそんなに痛くないね。ドロー。はい最強。はい最強。はい最強。でセット。でエンド。さあ、あとお前の命は3ターンだ。お前の命はあと3ターン。3ターンの間耐えることができるかな。遊撃10代選手、オートバトルフェイズ、いいだろう。さあ戦闘で破壊された羽根くりボード効果発動。さあ、あと2ターンだ。お前の命はあと2ターン。デュアルサマナーをセット。さあもう終了してるぜ。最強だぜ。ネクロバレーちょっと強かったですけどね。もう、もう勝ちだ俺。勝ちだ。さあスタンバイフェーズ、1000ポイントのダメージを受けよう。バチコーン、イエーイ、ウィーウィーイ、デュオ様の効果バイーン、ネオスでバゴーンか。オッケー、いいよ。ドーンね、オッケーいいぞ。おー強い、マスクチェンに来た。強え強え、これマスクチェンに追用、最強じゃん。最強すぎんだろ。クリボーさあもう一枚マスクチェンにあるでしょうか。ない。なるほど、頑張っておりますね。うわ最強モンスター来ちゃった。最強のモンスター来ちゃった。さあ終了です。さあスタンバイフェーズを宣言しろ10代。置くだけデッキ最強やわ。置くだけで勝てちゃうもん。最強すぎる。何このクソデッキ。さあお相手の方パンドラ選手、よろしくお願いします。ゆる3倍リスタート OK。 30枚リスタ、なんだろうこのデッキ。ライトロードですね。はい、ライトロード OK です。ルミナス墓地送られました。大丈夫、ルミナスめっちゃいっちゃったけど大丈夫かな。まだいいのか、やるな。でルミナス効果いいよ。ルミナス効果でなんか珍しいカード入ってね。ジェムナイトか。ジェムナイトもだいぶ見なくなりました。ジェムナイトだ、すげえ。ブーギートラップとかいうなんかわけわかんないカード押した。ジェムナイトが今2体か。なるほどな、ジェムナイトフュージョン落としたいみたいなことなのかな。ライトロードデッキのギミックでさ、ジェムナイト入ってるって結構エクストラ足りなそうじゃない？エクストラ足りてんのかなこの人。さあシンクロはするん、あしない。なるほど、しあ自分のステージ落ちた。なるほど、カイトロイド落ちた。これはハネックリボンの方がいいな。でこれでスタンシロだ。まあ最悪ちょっとミカエルさんが出てきた時のためにね、マッシブは残しておいた方が良さそう。さあひたすらに墓地を肥やしていく、ひたすらに墓地を肥やしていく。これさシンクロモンスター入ってないんかな、もしかしたらこいつらただの墓地肥やし要因みたいな感じ。はいはい、でルミナス効果、はい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 、なるほど。これあさすがにシンクロする。あとミカエル、ああなるほど、ミカエルは強い普通に。でミカエル効果で相手のカードを1000ライフ払って除外できる。で羽繰り棒の効果死んだ。羽繰り棒の効果死んだの痛い。これは2600は受ける、2600は受けてラバコする。ジェムナイトフュージョン OK、 ジェムナイトフュージョンは OK、 了解。でルミナス効果ジェムナイトフュージョンで、あうまいね、あそれうまい。あなるほど、ハンドコストを捻出できた。ルミナス効果ミカエルとか殴んねえのかい、殴んねえのかい、これすごいな。おお全部落ちたぞ、大丈夫か、すべてのカードが落ちたぞ、大丈夫か。じゃやばいな、あのルミナじゃねえや、ミカエルガチでやばい。
ミカエルが相当やばい。こうするしかないか。ただこれほっといたらデッキ切れで勝てるぞ。ほっといたらデッキ切れで勝てる。なんだこのデッキ、意味がわからん。ライデンの効果で、あ、なんかすごいカード落ちてるな。すごいカード落ちてるわ。ゼロ島の粉砕機とかいう最強カード落ちてるわ。でジェムナイトフュージョン、はいはいはい、なるほど。ジェムナイトフュージョン、ブーギートラップ、あ、そういうこと。あ、やばいぞ。おい、やばいぞ。あー、やばい、これはやばい。あ、そういうことか、そういうことか。何が起きてんのか全然分かんなかったけど、そういうことか。なるほど、龍一ですね、これに関しては。これはなるほどな。ライトロードにがっつり肥やしてゼロ式魔導粉砕機でジェムナイトフュージョンを無限に捨てるってことね。なるほど。何してんだろうなと思ったんだよな。そういうことか。行って殴ってくれよ、一回くらい殴ってくれよ。一回くらい、そしてミカエルの効果使えよ。ミカエルの効果使って、とりあえずあの動く前にバックチェックしろよ。コズミックサイクルの方終わったやんけ、それ。ミカエルの効果今使うんかい、今使うんかい。何が起きてんのか全然わかんねえけど、ようわからんけど負けたわ、強すぎ。